こんにちは、しおさんでございます。今回はシズル感最高の焼きそば、3人同時調理を見れた場合、シズル感は最高の調味料になるということで、今回訪れたのは JR 立川駅。この JR 立川駅の駅構内にそのシズル感最高の焼きそば屋さんがあるんです。それがこの南口改札構内1番ホーム階段前にあるこのお店。もう一度反対側から見るとこんな感じです。こちらにある永田本城軒さん、こちらの焼きそば屋さんが本当に最高のシズル感を楽しみながら味わうことができる、そんな究極の焼きそばを楽しめるお店であるということを改めて感じたので、今回ご紹介をさせていただきました。ぜひこのシズル感を楽しんでいただきたいと思います。まずはメニューは神戸のソウルフードであるぼっかけ、これをかけたこのぼっかけ焼きそば、これをメインにおむそばや牛ホルモン焼きそばなどが用意されております。今回セットメニューも充実しているということも感じました。この日いただいたのはおむそばのセットです。そしてこのぼっかけ混ぜ焼きそばも気になりました。また訪れたいということを最初から感じていました。そんなシズル感、お店の中に入るとこんな感じです。どうぞ。すごいですよね。もうこのシズル感、聞くだけで美味しさが伝わってきます。もうこのシズル感から目が離せませんでした。さらにじっくりこの調理を見ていきましょう。もう見ていると本当に美味しさが伝わります。ここですごいのがこのソースの絡め方、これかっこいいですね。この焼き方は本当見ているだけで美味しさがさらに高まりました。ここでぼっかけを投入、牛すじ肉とこんにゃくを出汁で煮込んだものです。
かがでしたか。ここでまた素晴らしいと感じたのがこの卵の仕上げです。卵超半熟で仕上げるんですね。これがまた見ているとめちゃくちゃ美味しく感じるんです。どうぞ。そして出来上がったおむそばたちをいただきます。今回いただいたセットこんな感じです。ぼっかけおむそば、その五目卵スープセットです。おむそばのこの卵たっぷり乗った盛り付けがまず素晴らしいですね。もう見ているとうまさが伝わります。そして美味しいと感じたご飯、炊き方が絶妙でした。そして卵スープです。めちゃくちゃ卵が入ってます。そのこともまた魅力的であると感じました。早速おもっかけおむそばからいただきます。麺は大盛りでいただきました。この卵が本当印象的ですね。そして麺をいただきます。この麺食べてみるとめちゃくちゃもっちり感が素晴らしいんです。これ持ち上げてる姿見ていただいても、このもっちりしたコシの強さ、これを感じます。卵をこのようにちょっと崩してみると、もう中からとろーっと出てくるこの卵、このトロットロ感がたまりません。このトロットロした卵と麺がめちゃくちゃいい感じに混ざり合うんです。早速またいただきます。このもっちりした麺ほんと美味しいんですね。そして甘さを若干感じるこのソースの味わい、これがめちゃくちゃうまいんです。だからこのもっちり麺とソースのこの決め手、これが癖になります。そして味変もいろいろ楽しめるようにテーブルセット置かれていました。まずやったことはマヨネーズです。焼きそばというとマヨネーズやっぱりかけたくなりますね。このような感じでマヨネーズをかけて、マヨネーズと一緒にこれいただくと、また新しい美味しさが楽しめるんですね。さらにここに七味もかけるともっと美味しくなります。僕はどちらかというと辛いのが大好きなので、よりその辛いというところも含めるとより美味しく感じる、そんなタイプです。早速この卵を絡めていただくと、この卵の食感と旨味もたまりません。そしてセットのご飯が食べたくなる、これもまた魅力的であるということを感じました。焼きそばを食べる、するとご飯が食べたくなる、そのご飯がまたうまいという、この焼きそばを食べてご飯を食べる、この繰り返しをしばらく続けちゃいました。それくらいにこのたまらない美味しさが連続で伝わってくる、そんなぼっかけおむそばでした。さらにまだいただきます。ご飯もまだまだたっぷりあります。麺を大盛りにすると思った以上にこれ麺の量があります。そのことも食べながら感じますが、美味しいのでこの麺がたっぷりあることが本当嬉しくて、とにかくもっちりうまい、そのことを繰り返していただきました。そして聞こえてくるこのしずる感、ほんとたまりません。ご飯がなくなってくるとしばらく今度はまた麺を中心に食べていきます。そして麺を中心に食べながらまた味変を楽しみました。続いてやったのは魚粉をかけて、そしてさらにその先に七味をたっぷりかけていただくようにしました。この七味と魚粉の組み合わせ、これもまたたまらないということも感じました。魚粉のこの旨味、そして七味のピリッとした辛味と
風味、それがまたたまりません。焼きそばはいろんな味変が楽しめる、そのこともまた魅力ですね。最後まで美味しくいただきました。続いて五目卵スープ、これもめちゃ美味しかったです。もう何よりもこの見た目から伝わる具材の多さ、これがまずありがたいということを感じました。卵、もやし、キャベツ、豚肉、この焼きそばの具材に使われるようなこの野菜たちがほんとたっぷりなんです。そして味わいも癖になる味わい、一度飲むとうまいなということでどんどん飲みたくなる、そしてこちらも意外にご飯が食べたくなる、そんな味わいでした。さらにこの唐辛子、ニンニクなどを入れるとさらに美味しくなるんです。ピリ辛が好きな人にはこの唐辛子の溶け込んだ旨味、これがたまりません。そんな美味しいひとときもスープでもいただきました。そんな美味しいひとときを永田本城軒さんでいただいてお店を後にしました。そんな永田本城軒さんでのひとときを過ごして改めて感じたこと、それはやっぱり美味しいということでした。この永田本城軒さんのぼっかけ焼きそば、数年前によく立川に来ていた時にもう食べていました。とにかく立川に来るとこのぼっかけ焼きそばが食べたくなる、それくらいにこの立川イコール永田本城軒さん、それくらい好きでした。それがしばらく来れなかった、そんなしばらく来れなかった間も変わらない、この何年経っても変わらない美味しさ、それが本当に素晴らしいということを感じました。そしてその何年経っても変わらない美味しさに、さらにこのようなセットメニュー、こういったものも加わって、そのセットのスープとご飯もうまいということで、より充実したお店になっていたということがさらに印象的でした。この永田本城軒さんのこのずっと変わらない姿、そして訪れるたびに美味しい、やっぱり訪れてよかった、そのことを感じる一番魅力的な要素の一つ、それを感じるもの、それがやはりこのしずる館であるということを感じました。目の前にあるこのしずる館、本当に一度体験すると忘れられない、それくらいに究極の焼きそばを楽しめる、そのことを感じた永田本城軒さんでのひとときでした。立川でランチ、そんな時にまずおすすめしたいお店の一つ、それがこの永田本城軒さんでした。永田本城軒さん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。